みなさんこんにちは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の郷田千佳です。今日はまたビザの許可の事例を一つご案内させていただきます。この方はベトナムの方です。で、学歴は日本の専門学校の卒業です。名古屋に住んでらっしゃる方で、専門学校は、保育なんとかビジネス専門学校、もう保育ってつくね、名古屋の専門学校といえばあそこしかありませんね。本当にね、外国の方ばっかりかなと思うぐらい、ネパールの方、ベトナムの方、中国の方、たくさんいる学校ですね。で、ここの、国際教養学科、こちらを卒業されてます。で、ここの方はですね、他のコースの方、他の学科の方もいっぱいいらっしゃいますけど、本当相談がね、多くてね、どういうところを就職できますかとかね、就職探してるんですけどお願いしますって、毎日のようにね、お問い合わせいただきます。で、必ずあなたはどんな勉強してますかって聞くんですけどもね、パソコンとかね、ビジネスとかいう答えばっかりでね、実際の、受けてる科目の授業の、ね、名前をちゃんと答えてくださる方って本当にいらっしゃらないですね。この方の事例を、ね、よく聞いていただいて、あ、この授業がこんな風に役立つのかと、分かっていただけたら大変、ありがたいですね。で、今後のご相談の時も、あ、この授業、ね、あの動画で見ました、この授業私も受けてますという風に言っていただけると、すごく嬉しいですね。で、この方はですね、たくさん授業ある中で今回、ビザ申請ね、技術人文知識国際業務の在留資格を取るために使ったのはいいですか、情報リテラシー、ね、これ皆さんも勉強してると思いますよ、情報リテラシー、それから、企業研究、これも授業ありますでしょ。それから経済ですね、他にもたくさんありますけど、特にこの3つを使って、法人営業をしますということで、採用もいただいて、入管の方にも認めていただきました。ちなみに会社は、工場ですね、車の部品とか、飛行機の部品とかを作っている、工場です。で、作るだけじゃなくて、機器というかそういうのを設置する工事のようなこともされます。自分たちで作った部品だけじゃなくてね、機器ちょっと大きめのものも作って、それを別の工場に取り付けに行くというようなこともされます。それから実際は設計とかね、そういうのも含めてオーダーメイドみたいなので部品を作るって、だから CAD とかの方もいらっしゃる、製造の方もいらっしゃるというような会社さんですね。で、ここで、最初はいろいろ作ることも当然覚えます。商品も覚えます。どういうふうにオーダーいただいて、どんなふうに製品が作られていくのかっていうのを、理解ができたら、今後は勉強内容を生かして法人営業ね、企業さんに向けての営業で、それもいきなりね、取引先に対して行くとか、あるいは飛び込み営業するとか、いろんなやり方があるんですけども、最初は、テレアポ、これをやってもらいますよっていう会社さんの方でも計画をされています。で、アポイントが取れたら先輩社員と一緒についていって、営業をどんな風にするのかを勉強してもらって、それもできるようになったら一人でね、外に出て営業をしてもらうという一応段取りというかね、計画、こういうキャリアアップの計画を、入管の方にも提出しました。そうしたら勉強にも合ってますねと、最初は現場で覚えるけど将来的には法人営業されるんですねということで認めていただいたということになります。ですのでね、皆さん、他の学校の方も、いいんですけど、授業をね、どんな授業を受けてるか、そしてそこでどんな勉強してるかっていうのをぜひね、教えていただいて、一緒にお仕事探したり、ビザを取ることをやっていったりしたいと思いますので、ぜひご登壇の際は授業の科目名ね、教えてくださいね。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。